はい、水道橋博士チャンネルに今日は勝松さんに来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。お前ほんとただじゃおかねえぞって一発で終わんねえからなって、ボッコボコだから待ってろよっつったら、酸欠になってそこで倒れたんです。かっちゃんが、うんうん、これ言っとけば、もう100点満点っていうのを一回作っちゃおうかなと思って、ああいいかも。僕だからアッコさんと全然仲良くなかったんですよ。みたいですね。アッコさんが毎年やる誕生会は行かなかったですし、あそうですか。俺本当に靖国参拝と同じように あそこに行く人は誰かみたいな漫才作ってましたけどね。全然。あじゃあ本当にザ芸能界に見えるけど、だから飲んだこともまあアッコにお任せ入って5、6年、下手したら10年ぐらいなかったかもしれないですね。なんで仲良くなったかというと、成人の日の生放送で、僕が、オープニングでバンジーを飛ぶっていうことになったんです、はいはいはい、でその時は、まあ、トンネルの生だらとかでスカイダイビングとかやってたんで、バンジーだったら余裕でしょっていう話で、最初成人の方おめでとうございますバンジーでアッコにお任せっていうノリで、その時はリハもアッコさんいたんで、カズマさん頼むなって、あ僕大丈夫です、 4000m から飛んでるとこなんで、すごいっすよね、高々この 20m なんかで、もう余裕ですよ、スカイダイビング芸の走りですよ。確かにあれ芸人やるようになったのかっちゃん以来じゃないですか。だってそれこそ最初にやったら東さんと一緒で、2人ゴルフボールのヘルメットをかぶって、あのニアピンですからね。そうですね。グリーンにどっちが近く落ちていけるかっていう。はいはいはい。でイケポちゃんあったり、はい、はいはいはい。それがだから最初やったのは東さんですから。で 4000m から落ちてるからもう余裕ですよっつって、本番前10分前にあの、上にスタンバイしてくださいっつって、あのいろいろあのビヨンって伸びるやつつけて、でディレクターもじゃあ、始まったら一言言って、成人の方に一言言って飛び降りてくださいっつって、はい、分かりましたっつって、はい、であと1分できますって言った時に、そこの遊園地のスタッフの人が、カズマスさん、知ってます、この前バンジーから落ちて死んだ人いるじゃないですか、あれここなんですよ、要はバンジーで飛び降りる人が怖くてスタッフを掴んだら、スタッフが安全のベルトをしてなくて落ちちゃって、その方が亡くなったんです、それここなんですよ、はい10秒前、うわー、ダメダメダメ、怖い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 。そら、アコさんが、はい今日は勝又が成人の方のためにバンジーの上に行ってます、勝又頼むでーって言って、何にも言わない、こ怖くて、いや今聞いても怖いでしょ、だから勝又、はいはい、お祝いの言葉言って飛んでって、もう何にも、もう耳の奥からキーンっていう音がするだけで、で風間飛んで飛んで飛んでで CM 行っちゃったんです、飛べずに、で CM 中になんで飛ばないんだって向こうからなりますよ、ね、もういっぱいディレクターがすいませんすいません、飛んでます飛んでますって CM 上げて、じゃあ風間飛んでって結局飛ばなかったんです。飛ばなかった、飛ばなかったんです、最悪じゃないですか。一つコーナー潰して、あの別の先のコーナーに行って、で僕はあの飛ばずに階段を降りて、それがね茨城か群馬でね、そこからロケバスで帰ったんですよ、でスタッフがずっと車の中で謝ってるんですよ、すいません、すいません、飛べるって言ったんですけど飛べなくてって、いや風間今ないでって、あ後ろであの後ろに座ってますっつって、じゃあとりあえずなんか向こうからアッコさんの楽屋に謝り来いって言ってるんで、じゃあ風間さん、あのいやめっちゃ死にたい気分ですね踊りましょうっつって、しかもその後にアッコさんが待ち構えてるんでしょ。でエレベーターを降りたら、アッコさんまでの楽屋ずっとスタッフがな、並んでるんですよ、でみんなが、お疲れって、死刑台のエレベーターみたいなもんですね、でなんかこそこそ聞こえるんですよ、あ今日で終わりだなって、でアッコさんの一番奥に楽屋があって、もうね、開ける前から寒いんですよ、ゾワってするんですよ、でじゃあここからは一人で行ってっつって、スタッフも入ってくれないですね、アッコさんと多分アッコさんの周りのマネージャーと僕だけなんです、でガッて入ってって、すいませんでしたっつって、なんで飛ばなかったんだって、いやどうしても飛べなくてって、そうかって分かった分かった、じゃあ今日は帰れっつって、帰りますっつったら、その日のゲストが雲南で、雲南もうなんちゃんなんか涙くんでるんですよ、
あ、ありがとうって、もう今日で終わりだねっていうね、ま、待っててくれたんだって、なんちゃがお風呂を温めて入んないありがとうっつって、でもお風呂で泣いて、あ、終わりだ終わりだって、まあ、しょうがないって、したら次の日かな、マネージャーが、来週、アッコに任せが入ったと。ほう、でもう一回バンジーだ。うわー怖いそれはなんかアッコさんのお祝い事でそれ飛んでください、で僕は全部言ったんですよ、そのディレクターに会わせてもらって、あそこなんか事故が起きた場所で直前にここで人が死んだって言われたんで、あそこじゃないところだったら全然飛べます、それも強いね。で だって飛ばなきゃいけないから、どうせ飛んでも飛ばなくてもクビなんだからもう、もう今の時点で、でじゃあ分かりました、じゃあ都内のちょっとバンジーできるところがあるんでっつって、その日になったんです、翌週に、でももう走ってるバンジーの階段も、死んでないからそこは体張って飛んでみて、もうリハでも何回か飛んでみようかなみたいな、すごいな、いけるんだよな、でリハ中のアッコさんとスタジオで繋いでもらって、アッコさんが、あ、勝俣って、もうあんなことはないよなったら、もうない、なんだったら今行けますよって乗りましょうかって言ったら、いやいや今いいねって、でもな、もしお前飛ばなかったら、私の力全部使って潰してやるってそれ言うんですかで俺もハハハハってどうぞどうぞって、まあ見ててくださいって、もうすぐ飛びますからっつって、でじゃあ分かりましたっつって、じゃあ本番まで準備しましょうっつって、で楽屋でディレクターがなんか、飛行機の旅行のなんかお守り、絶対事故が起きないって、ありがとうございます、これは神社行ってくれたんですねっつって、じゃあパンツの中に入れときますっつって、で着替えて、でもう階段もタッ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 つって、もうあんなのロープなくても飛び降りられるわって、余裕だわって、だって一回死んでるからね、もうクビになってるから、でここは事故も何もないし、でここでじゃあ一応ロープつけますってロープつけてっつって、で本番始まったって、今日も勝俣がバンジー行ってますって言ったら、イエーイってすいませんでした選手はって、さあ飛びますよっつって、すごい、じゃあ勝俣飛んで、終わりました、スリーツーワンバンジーで飛びます、スリーツーワン、それね、足が動かないです自分の心はもう行ってんだけど、飛んでんだけど、またなんか先週のシュンっていう、もう下でなんかこう血を流してる映像がシュンって出てくるんですよ、いやフラッシュバックで、もう、これもう脳が見せてんだよね、見せてたら、それを消すためにもっとテンション上げて、すいませんすいません、お約束でしょっつって、じゃあ行きますよ、スリーツーワン、全然いけない。で、どうしたどうしたって。わかりました。3、4、5とかもうわけわかんなくなってきてるんです。で、飛べ飛べって、なんで飛ばへんのやのアッコさんが怒ってる声と、2班の時言われた、私の力全部使ってお前を潰してやるが、どんどんアッコがどんどん出てくるんですよ。潰してやる潰してやる、ああもう終わりだって、芸能界も終わりで、田舎帰んなきゃいけない、どん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 来た時に、なんかわかんないけど切れたんですよ、もういいや終わりだからっつって、アッコてめえこの野郎って、それまでアッコなんか呼んだことないですよ。あ、今は割とねそういう言い方するの知ってるけど、和田とか言うけど、アッコさんって言うたの、アッコてめえこの野郎って、飛べ飛べって人にばっかり言って、お前が飛んでみろって、お前ぶっ飛ばしそうこの野郎ってお前このままと TBS で待ってるよってボッコボコにするからなって、キレゲーですね、でめちゃくちゃキレて、お前ほんとただじゃおかねえぞって、一発で終わんねえからなってボッコボコだから待ってろよっつったら、酸欠になってそこで倒れたんですよ、かっちゃんが、もう消えたことそんなないから、で倒れて向こうは CM に行って次のコーナー行ったんですよ、さあディレクターが来て大丈夫ですかって、あの一応酸素ありますかって、酸素やって、で水もらって、でゆっくり階段を降りてきて、でまた TBS 行ったんですよ、もう今回完全飛ばないで切れたって、飛ばないで、飛ばなかったの、その前に切れてるけど飛ばないです、すごい失神して倒れたから、そこで、それでも起きなかったから、でしばらくして起きて、TBS にもじゃあ会場に行きましょう、まあしょうがねえな、もう何も考えられないです、二度死んでるじゃないですか、そう、またエレベーター降りたらどっかで見た景色なんですよ、みんながだから、でもその日はね、
前回は思わなかったんですけど、うん、2回目は、うん、みんな並んでるけど喪服だったんです、うん、なんか喪服に見えたんです、うん、あ、俺処刑台に今から行くのかなっつって、うん、で開けて、うん、もう本当にすいませんでしたって、うん、でも田舎帰ってもう芸能界いい思い出できてアッコさんとも共演できたんで、うん、これを力に田舎に帰っても頑張ろうと思いますって言おうと思って頭下げたんです、うんうん、そしたらケケ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 って、うん、えっと思ったら、うん、おもろかったなお前な、あ、なんやすごいボコボコにするって、うん、あっこかかったかってなんやって、うん、めっちゃ笑ったわ、うんうん、お前おもろいな、うん、大家分のセリフじゃないですかこれ大家分のやるやつですよ。で周りのスタッフにも勝又おもろいなって、こんなやつ、いないもんなっつって、また頼むな、え、また頼む、また頼むっつって、みんなスタッフもザザザザってなって、分かりました、ありがとうございますっつって、それから次の回のアッコにお任せとか、うん、切れてくださいって言われるんです。ああ、なるほど、あれをまたやってください。だからなんかアッコさんがなんかセリフとかでめくりの前に何か言っちゃった時に、はいはい、おいアッコって、はい、お前これめくってからやらなきゃいけないだろ、はいはいはい、この野郎ボコボコにすんぞって、はいはいはい、先週言ってたことを言えたんです。はい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 、でそれを毎回毎回要求されるから言ってたんです、でも終わるじゃないですか、衣装脱ぐじゃないですか、びっちょびちょで脱げないんですよ怖かったから。あ、でもそれで、いろんな番組にアッコさんと出るようになって、うん、どこでも切れてくれって、うんうん、だクイズ番組出てビビってると、うんうん、何ビビってんだよお前、うんうん、ビンタすんぞこの野郎とか、うん、そういうことを言うと笑いになったから。いや懐かしい、このパターンありましたね、ずっと。そうそうだ、だ今でこそみんな言ってるけど、出川くんなんかもやるしね。そうそうそう、だから周りは最初ゾッとしてたって言うんですね。いやいやいや、竹山くんと呼んで YouTube 撮った時に、うん、竹山くんのキレゲーの元祖は誰だろうって話になって、うん、ここですね。その竹山くん以前に誰がいるかみたいなって、うん、それ人生功労師匠みたいなネタの中にはあったけど、キレゲーはね、テレビの中にはもしかしたら元祖は竹山くんかもしれないって言ってたけど、こっちの方が早いですね。だって切れてくださいってカンペばっかでしたもん。その当時、うん、すごく行方不明者を探す番組で、遺族のっていうかその身内の人も来てて、超能力者がこう見に行って見つからなかったっていう遺族が泣いてるところで切れてくださいとかって言うんですよ。それどう切れればいいんですか。超能力者に切れるんです。ああ、なるほど。ちゃんと見つけてくださいよって泣いてるじゃないですかって。分かりますよ、そのいつも見つけられないものって。俺だって泣きたいっすよって、涙を絡めた切れ毛とかも使ったり。だから本当にテレビのパターン全部入ってますね。だからありがたいですよね。だから今思えばそれが許されたから、あそこで切れて、本当に全部のアッコの力を使って潰されてたら、あの人は今にも出れないぐらい潰されてたと思います。潰されてたでしょうね。いや面白い。だからその分かれ道でどっちに行ってたかで相当ありますね。まだまだ続くよ。だからね、出川さんと話すんですけど、お笑いウルトラができた頃に、僕は生ダラのレギュラーだった。はいはいはい。で生ダラで毎週スカイダイビングとか、本当あの頃ほんとやってましたね。出川さんみたいなことを毎週やって、毎週泣いてたんです。でお笑いウルトラがやっぱそういう若手のなんかが欲しいっつって言われたんです。出てくれないか。いやいやいや、2本は無理だ。1本でも毎週もう死にそうな思いしてんのにって。そしたら出川さんが出だしたんです。そうそう。で、俺は出川さんが出て面白くなったから、マネージャーにウルトラ出ないって言っといて。あれも出川さんに生かした方がいいって言って。俺はもう生だらで極めるからって言って、出川さんと会うために頑張ってって、出川ちゃんも頑張ってんだよっていう時があったんですよ。でその後もやっぱりウルトラ、お笑いウルトラで出てくれませんかって言ったけど、いやって出川さんがちゃんと今頑張ってるところなんで、僕はそこには踏み入れないようにしてますって。でまさか出川くんがこうやって天下を取るって思わないですよね、うんうん、面白いです。それをずっと続けましたからね、うん、今もやってますからね、うん、だからなんか歴史を俯瞰図で見たら、あの時俺がやってたら出川の天下はないぞっていうね。でもあそこまで僕は徹底してできないでしょうね。僕本当やめて、毎回例えばスカイダイビングやった時も毎回泣いて、うん、楽屋で泣いて、うん、やめますって、もう引退しますって言ってましたから、プロデューサーに。
そうそう、プロデューサーがなんかわかんないけど手にこう握らして、で、あったかいもの食べて帰ってっていつも10万円をくれるんですよ。あ、そうなんですか。でいつもマネージャーと、あの途中で美味しいあったかいものを食べて、カツどうするって言われて、あったかいもの食べたら来週も頑張ろうって気持ちになりましたっつって、じゃあ来週も危ないロケ入ると思うけど頑張って、すごい。で次の年もまた滝とかに打たれて、多分ね、今の時代の人はかっちゃんどんだけ命がけだったかあれはあの頃のは知らないわ。知らないでしょうね。毎週なんだもん。毎週ですよ。はい、これはあれですよね、見てる人に誤解してほしくないのはこうやって笑ってますけど、今もそういうことをやってほしいっていう気持ちはまるでないから、もう無理ですね。ね、昔あったことを思い出して、それもありましたねって笑ってるだけで、いろんなことが気づくようになったんだなっていう。自分がそれを欲したりしてないですもんね。してないですね。だってもうスキー場で裸で滑るのとか、それこそだってサイコロかなんかに入って、スキー場で転がって、あれで僕椎間板ヘルニアになってもう体力芸できない。あれサイコロでしたっけ？サイコロです。どでかいサイコロに入れられてスキー場から転がされたんですよね。それ谷に落ちてたんですよね。谷に落ちてリハーサルの時に1回やって谷に落ちるのを見て、あ、これは死ぬと思ったんですよ。だから何がひどいって、あの時 CCD ないんですよ。で外のカメラで撮って、しかもカメラカット割りしてんですよ。やる意味なんかないじゃないですか。中も映ってないの。中映ってないんですよね。映ってないんです。それでこんなところで死ぬの嫌だなと思ってこうやってやってあそこから出てきて、で玉袋はそのまま谷に落ちて、あれ救出4時間ぐらいかかってますから。で針葉樹林帯の上をこう飛んでたんですよ。であれ針葉樹林のところであそこのままこう落ちてたら串刺しですよ、完全に。だから生だらもそれを見てるから、それを見たテリー伊藤さんがあれを超えようっつってカチャンってすげえの思いついたんだよ。あ、生だらってあれテリーさんなんですか。テリーさん最初いたんですよ。でなんかね、アメリカ行こうって、やっとアメリカ行けるんですかって、そしたら防弾チョッキ着て、逃げていいって、それをヒットマンが撃つっていう。行こう行こうかっちゃんって、やですよ、ヒットマンだって100発100中じゃないでしょって。そうだね、俺それやらされるつもはずだったんですよ。一番俺あの頃のすごかったのは陣屋寺の虎騒動って言って、あの虎が逃げたっていうので猟友会が出て森の中をこう虎を探してるところに稲川淳二さんが虎のぬいぐるみ着てその中に行くっていうやつ。あれはひどいなと思いましたよ。いや、めちゃくちゃな時代ですよね。そうですね。でもそれを体験してるじゃないですか、見てるじゃないですか、そのなんかエキスは残ってるじゃないですか。はいはいはい。だからその時代の人たちってみんな狂気持ってますよ、ね。いやー、わかるわかる、博士も僕も意外といい人みたいに見られてるけど、時々狂気が出る時あるじゃないですか、自分でも止められない時。まあそれはもう芸人の血なんですよね。あ、あれそう、血ですよね。血だから入れ替えられないですよね。ずっと流れてるんですよね。流れてる。で潜んでるんですよね、普段どっかにね。そう。でもだから僕見事にこうバランスがあるんですよ。金ちゃんがいて、マーコさんもいて、雲南もいたけど、トンネルズもいるみたいな。そう、真面目な雲南、そのもう本当に遊びの天才のトンネルズみたいな、その全部見せてもらったから、そのだからいいところをうまくこうちゃんとひとまとめにしたっていう。だそれをもとに自分をこう作って、この先も作っていこうと思うんで、だからブレそうになったら誰かの近く行ってみようって思いますね。かっちゃんは本当にある意味めっちゃ無邪気に誤解されてますよね。それでいいんだけど、本当に考えなくやってるみたいに見えてるけど、一番なんだろう、データ芸人をやってる人だなって俺は。でそれを見せることがかっこ悪いと思ってますからね。そうそうそう、今の子は見せようとするから、なんとか芸人みたいなマニュアルを、そうそう、マニュアル見せたら一番ダサいんじゃないかなと思って、まあ見せるとしても10年ぐらいちゃんとやってからですもんね。まあなんか一冊にして、それを1000万で誰か一人に売るでしょうね。継いでほしい人に。ああ、でもいいかも。新助さんの漫才の教科書っていうのをね、新助さんが全部データ取って、こうやったら売れるんだっていうのを見たことあるのはさんまさんしかいないっていうね。あの漫才の教科書っていうのはね、俺本当見てみたいっていう。俺簡単なので言うとね、コメントってあるじゃないですか、ええ、食のコメントとか、あと
いい VTR 見た、面白い VTR、そのコメントもこれ言っとけば、もう100点満点っていうのを一回作っちゃおうかなと思って、ああいいかも。食べ物だったらもうラーメン、カレー、肉とか一回作って、でもこれ誰に渡そうかなって売るにしてもそんなタレントしか買わないじゃないですか、一般の視聴者は関係ないですからね。関係ないですから、もうこれさえ言ってけばもうみんな悩んでるじゃないですか、コメントでなんだって悩んでる。じゃあもう一個作っちゃおうかなって、でもしも息子とかが目指すんだったら息子に託そうかなって、五輪の書みたいなね、本当に。だから芸能人の人の話も、まあ博士もそうですけど、山ほどあるから、俺のその持ってるネタ本誰かに渡せば、そいつずっと食っていけんだけどなって。大喜利がねあるから、今度またじっくりを取材させてください。かっちゃんでも一章書きたいぐらい。俺もはい。そうですね、あ、僕もこれ乗りたいっすよ。あ、そうですか。博士の本に一回。あ、ぜひぜひ。俺、じゃあこの本とか、この本なんかの紹介でやりますよ。はい。いや、この本読みながら、だって俺いっぱいメモりま…書いてくれたんだ。なんといういいこと書いてんだと思って。だ、よかったですよ、凡人が書くからみんなに届くと思って書いたんで、一緒にじゃあこの本、この本も、この本も僕がこれ乗れるように。はい。またお願いします。皆さん、これ楽しいですから買ってみてください。はい、どうもありがとうございました。次の動画を見てね。バイバイ。